佐久間つは、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍隊員。1879年9月13日に、福井県三方郡八村で、前川神社神館で小学校教員だった、佐久間家星の次男として生まれる。福井県立小浜人城中学校、工玉者を経て、1901年12月に、海軍兵学校を卒業する。後に、 内閣総理大臣を務めた与内光つ正は、兵学校時代の同期生だった。1903年に海軍将尉となり、同日中に巡洋艦、東に乗り組んで、日露戦争を迎えた。日本海海戦時には、巡洋艦、笠木に乗り組んでいた。日露戦争後は、水雷術練習所の学生として採用され、水雷母艦、唐崎に乗り組んで、勤務。 さらに第1潜水艇隊艇長、第4号潜水艇長、第1艦隊参謀、春風駆逐艦長、巡洋艦、津島分隊長をそれぞれ歴任して経験を積み、1906年に川崎造船所で建造された日本が初めて持った第6潜水艇隊で森連三艇長の下で副長を命ぜられ、1908年には第6潜水艇隊艇長に昇格した。 1910年4月15日、第6潜水艇は、山口県新港沖で、反戦港訓練中沈没して、作米か14名の乗組員全員が殉職した。同年4月17日に、第6潜水艇が引き上げられ、艇内から、佐久間の遺書が発見された。その遺書の内容は、同年4月20日に発表されるや、大きな反響を呼び、 同日中に殉職した乗組員14名全員の海軍構想が海軍基地で取り行われた。同年4月26日には、佐久間の葬儀が郷里の前川神社で村葬として執行された。後に、水耕者から写真版で出版された佐久間帝長の遺書第6潜水艇が訓練中に事故を起こし、乗組員14名全員が殉職した。調査委員会では、 佐久間隊員の安全性を軽視した日頃の行動と煙突の長さ以上の深度への先行を命じたことが原因と結論されている。殉職した乗組員はほぼ全員が自身の持ち場を離れず死亡しており、持ち場以外にいた乗組員も潜水艇の修繕に全力を尽くしていた。佐久間自身は艇内にガスが充満して士気が迫る中、 明治天皇に対して潜水艇の喪失と部下の死を謝罪し、続いてこの事故が潜水艇発展の妨げにならないことを願い、事故原因の分析を記した後、次のような遺言を書いた。金で陛下にしろすガベ下の遺族を指摘給する者部、からしめ旧波乱ごとを。我が念頭に、剣る者のレアルのみ。その後、左の諸君におじきと、 斎藤実をはじめとする当時の上級幹部、知人の名を記し、12時30分の自身の状態を、そして12時40分なりと記して絶命した。佐久間が記した遺書は39ページにも及ぶ長いものだった。沈没した潜水艇が引き上げられた後に発表された佐久間の遺書は当時の国内外で大きな反響を呼んだ。 国外では同様の潜水艇事故の折、脱出しようとした乗組員が出入り口に殺到し、最悪の場合は乗組員同士で互いに殺し合うなどの悲惨な事態が発生していた。それゆえ、出入り口へ殺到せずに最後まで潜水艇を修繕しようとしていた佐久間及び乗組員の姿は大きな感銘を与え、各国から多数の頂点が届いた。 国内では長らく終身の教科書に、陳優と題して掲載されていたほか、夏目漱石は、自己の同年に発表した、文芸と広いつくにおいて、佐久間の遺書とその死について言及していた。その一方、佐久間大意は、潜水艦母船、アレキサンダーマルとの事前申し合わせを無視することが多かったこと、申し合わせよりも、長時間の先行訓練を行うことがあり、浮上の遅れが、 アレキサンダーマルの見張り員から異常と思われなかったことなど、佐久間大尉の不注意や指示視の傾向も事故発生原因の一因であったことで批判もあったのは事実であり、さらにもっと直接的にシュノーケルを出したまま長さより深くまで先行を命じて沈没させた可能性が調査委員会で指摘されているため、加藤智三郎が佐久間大尉の軽虚な行動を非難している。 今日でも、佐久間の命日には、出身地の福井県で、遺徳検証祭が行われている。海上自衛隊音楽隊による演奏や、イギリス大使館付部官によるスピーチが行われている。ありがとうございます。